こんばんは。平成鉄道でございます。これからですね、鉄道会社各民鉄のですね、発行する一日乗車券のですね、コストパフォーマンスのランキングをしていきたいと思います。ちょっと裏側にはですね、全面展望をしたいんですけど、今コロナでできないので、ちょっとこういった企画を出しました。で、その鉄道会社の一日乗車券を 3点から、それを5段階評価で、評価していって、それを足していくという形で、基本的には私が乗った鉄道に対してやります。だいたい全部で15社ぐらいやりたいので、まあ、しばらくこれで持つんじゃないかと思います。で、まず一つはですね、コスパ、とにかく往復で買うやつよりも一日乗車券の方がどれだけ得かというのと、2番目が手に入れやすさ、すぐ手に入れられる、わざわざ特定の場所に行かなくても手に入れるということと、あと3点目はそれプラス特典ですね。例えばお風呂に入れるとか、バスに乗れるとか、そういったものの、それがいかに得なのかということで、3点でこの評価を決めていきたいと思います。で、今日は第1課が、私が乗った長崎県の島原鉄道というのがあります。これに対してちょっと評価していきたいと思います。で、島原鉄道はですね、線が1個しかなくて、諫早から島原港まででございます。だからこの往復をとですね、一日乗車券がどれだけ得かっていうのと、あとはその特典ですね、付録の特典、それがどれだけ得かということで評価していきたいと思います。で、島原鉄道のこれね、土日だけなんですけど、島原半島周遊パスというのがあって、これがですね、2000円なんですね。で、これ島原鉄道の往復プラス、島原半島のバス、いや島鉄の、バスがですね、高速バス以外普通のバス乗り放題というのと、あとフェリーがあるんですね。で、フェリーっていうのはですね、これ口の津というところから鬼池というところまで行くフェリーだけなんですけど、まあ、この、3つですね。で、一応乗車券は1540円で、往復は3080円という形です。だから3080円に対して、1日乗車券どれだけ得かという、まあ、これがコスパの評価基準になってくるんですね。で、これ見たら、一応 0.64 安くなる、 35% オフで安くなるという結果が出てきました。まあ、こういった形でちょっと評価していきたいと思います。で、先ほど言いました通りですね、フェリーがあるんですね。で、これも1日乗車券で乗れるんですけど、フェリーは410円らしいです。1日の乗車券で乗れるのはですね。はい。ただ、ちょっと一つ問題があってですね、フェリーのその乗る場所がですね、鉄道の終着駅からかなり離れているというところが問題ございます。で、これ見ていただいていいんですけど、この島原鉄道のさっきの終着駅は島原港というところなんですけど、ここから口の津というところである鉄道移動は無理。実は昔ここまで電車が通ってたんですけど、今廃止になってここ行けなくなってます。ところでこれバスで移動するしかないんですね。で、バスは、76駅をこの島原港からですね、口の津まで行きます。で、およそ1150円がこのバスの金額になっております。でですね、これ鉄道バス、それからフェリーということで、まあやるんですけど、これですね、実はあることが気がつきましてですね、私もこれやってて分かったんですけど、結論から言ったら鉄道に乗る必要がないということです。だから諫早から口の津までは直接バスで行って、そのままフェリーに乗れば約2000円なので、往復すれば4000円の2000円なので、半分 50% のとこになると、片道だけだったらほとんどチャラということになります。で、実はこの島原半島というのはですね、周りに外周もあるのと内側に通るとルートがあって、バスはこの内側を通るんですね。途中の愛野というところまでは一緒に鉄道と一緒なんですけど、この裏側通っていくので、このルートであればほぼほぼ島原から口の津行くのと、諫早から口の津行く駅の数は同じです。金額は若干1650円で高いんですけど、まあこちらの方が早いということで、これだったら鉄道に乗る必要はないということになります。で、ちょっと手に入れやすさなんですけど、私行った時はですね、やっぱり諫早駅でしか買えなかったということで、乗り継ぎ時間が5分しかなかったんで、ギリギリだったので、まあできればこれはまあそんなに混んでないので、列車の中で販売していただければありがたいなと思っております。結論は、鉄道だけだったら 35% オフということで、
陳自動車券の方は諫早しか売ってないということと、特典のフェリーのバスは、まあ、フェリーとバスで諫早から口の巣まで行くということで、鉄道に乗る必要はないということですね。で、じゃあ評価としてどうなのかということで、まずコスパの方はですね、35% オフということですね。それを 35% オフというのはですね、まあ大体4つ星かなという感じ。これあくまでも自分の個人的な概念ですけど、それと、次ですね、テネリアさん、これはちょっとそのさっき言った諫早駅しか、要は外から来た場合はこの諫早駅しか買えないので、当然島原とかで買えるんですけど、外からの場合はこの島です、あの島は諫早しか買えないので、特典はまあフェリーとバスがあるんですけど、まあ鉄道だけで、まあ、あまり使うことはないかなということです。今これ見ていただいているのは南島原から島原外港まで行くこの全面テープでございます、はい、ということでございました。ありがとうございました。また次回お会いしましょう。